これを繰り返していると本当にここにお肉がつかないです。こういうふうになりません。必ず10年後に違いが分かります。この積み重ねは大きいんですね。こんにちは、おけんママこと加藤ひとみです。今日はですね、50代半ばから60代くらいからだんだんとひどくなってくるですね、この顎下のぷよぷよした無駄な贅肉ですね、このお肉をつけないようにするにはどうしたらいいかっていうことを今日お伝えしたいと思います。私はですね、来年60歳になるんですけれども、一番気をつけているのはですね、まさにこのフェイスラインなんですね。この下にお肉がつくと首とつながりますよね。ここにお肉をつけなければ顔は小さく見えるんですね。ですのでね、日々気をつけていることがあります。顔ダンスの中の一つのトレーニングとも言えるんですけれども、とっても簡単な方法があります。今日はそれについてお伝えしますね。その方法はですね、これを見ていただくと分かるんですけども、ちょうど横を向いた時にここにお肉がたまりますよね。これ無駄なお肉、これなければこの方はこういうふうに綺麗なフェイスラインなんですね。こういうラインが本来のこの方のフェイスラインですね。ここにお肉があるがために全体的にこう顎から首までが短く見えますよね。だからフェイスラインがもうここになってしまうわけですよ。このここの部分が非常にもったいないですよね。これを取ればいいんですね。で、先ほどの首元もね、こちらの方もそうですけども、ここの部分さえなければこういう綺麗な顎が本来ならできるわけなんですよね。これなんですけども、放っておくとお肉って下がってきて、ちょうど首の境目に溜まってくるわけですよね。たるみ肉ですよね。ですのでこれを取るにはもう簡単なんです。毎日刺激してあげればいいんです。首の下を、ちょうどここの裏、ちょっと触ってみてください。で、鏡をお持ちでしたらね、鏡を見てちょっとこういうふうにやってみてください。どの程度ここに溜まりますか？ご自身でわかると思うんですけどね、どれぐらいつかめますかね。こう自分でこうブヨーンってこんな感じで伸びますか。お肉がビヨーンとこれだけ伸びるとちょっとつきすぎかなというね。この方まではお若いんですけどね、30代ぐらいでも少しずつこういう兆候は出てくるんですね。じゃあこれをどうしたらいいか。毎日叩きます。首の下を叩きます。叩くと言ってもこのフェイスラインを直接こう叩くんではなくて、こういうふうにちょっとお肉がこう溜まるところあります。ちょっと下を向いてみてください。下を向いてこういうふうにちょっとお肉をこう前の方にかき出すようにしてみてください。ここに溜まるんですね。ですのでこのお肉を毎日かき出す、これをするわけなんですよ。これをするには洗顔の時がベストです。なぜかというとお水がついてますよね、ここに顔を洗った後って。なのでこう叩いた時のこの刺激がこう緩和されるわけですね、お水がこう間にあることね。ですので乾いた状態でやるよりも洗顔の時って覚えておいてくださいね。これね、あの顔ダンスの中の洗顔時のケアっていうのであるんですけどもね、今日はそれを単独で詳しくお伝えしますね。詳しいやり方をお伝えします。手のひらのこの部分、親指の根元のところですね、これ膨らみあります。これ母子球って言うんですけどね、母子球、これをですね、ちょうどこの顎骨に引っ掛けるようにします。ですのでフェイスラインを叩くというよりも、前に向かってこの母子球に贅肉を引っ掛けるようにして前に出す出す、こういう感じ。前前前前に向かって、ちょうどこのフェイスラインですね。場所で言うとちょうどここ、この部分をこういう感じで前に出してみてください。こうこうこう、お肉があればあるほどたくさん動くと思います。下向く方がお肉がたまりやすいですかね。分かりやすいかな。ちょっとあの下向くと分かりにくいので、ちょっと私上向きますけど、ここの位置ですよ。ここ顎があって、少し引っ込みがあって本来の首、ここを大事にしたいんです、このラインをね。ですのでここに無駄なお肉があると、ここがくびれがなくなっちゃうわけですね。ですのでこのように前に前に出します、出します。これをね、100回やっていただきたいんです。100回ですよ。朝晩100回、皆さんね、朝夜2回洗顔される方が多いと思いますけども、朝の洗顔直後にやる、2回も100回もって思いますね。でもですね、これ習慣にすると何でもないんです。もう無意識で本当に顔を洗った後にすぐにもうこういう動きができるとベストですね。これを繰り返していると本当にここにお肉がつかないです。こういうふうになりません。必ず10年後に違いが分かります。10年後と思うかもしれませんけれども、この積み重ねは大きいんですね。今50歳の方は10年経ったら60歳ですよね。その時に、あ、50歳からこれをやっててよかったなと思えると思うんですよね。でもスタートする年齢はいつでも大丈夫ですよ。あ、手遅れかしらって思わなくても大丈夫です。今からやっておくと、もう今溜まってるこのお肉が
もう本当になくなっていきますよ。もちろん普段からしっかり表情筋も動かすことが大事ですね。それプラスここのお肉の体重を物理的にやっていくわけです。ですのでこれに関しては顔の筋肉を鍛えるというよりもこのお肉を前に出す、その目的でこの動きをやってるわけですね。速さはですね、こう1、2、1、1、2、3、4、5、6、こういう感じです。これぐらい、この感じで頑張って100回やってみてください。今度100回やした後にもう一つありますよ。手のひらをフェイスラインに当てて退治できたのはこの横のお肉ですね。このどちらかというとこの辺りになりますね。ここですよね。次はですね、退治したいのが今度顎下、顎の真下。もちろんこうね、つながってるので部分的になくなるというよりも、まあ、全体的な動きとして考えてほしいんですけれども、今度はここを集中的に退治しましょう。それはですね、今度は2本の指を作って前に首をちょっと落として、こういう動き、さっきと同じ理屈ですよね。ご自身の顎骨をしっかり意識してください。ここに骨があるなと、でここの下のこのお肉を退治するんだと思ってくださいね。で前に出します。こうですね。これは10回で大丈夫です。ここは100回、ね、100回で、これも前に向けて10回、この流れ頑張ってみてください。フェイスラインを100回叩きます。それを朝晩ですね。ということは1日200回ですよね。ということは1週間で1400回ですね。で1ヶ月で6000回、ちょっとね頭に入れていただきたいんです、この数字をね。で半年で36000回で、1年で72000回、そしてなんと10年で72万回ここを叩いたことになるんですよね。前にもですね、顔ダンスのマスター編でねお伝えしてますけれども、72万回ここを叩くと、ここにたるみ肉がつく隙を見せないということなんですよ。本当にもうここに肉つきません。とってもこれ大事。もうフェイスラインの下にお肉をつけてしまうと顔が大きく見るので、表情筋をしっかりね、せっかく鍛えててももったいないですよね。ここがこうちょっとこうだるんとしてたらね。顔も全体的に引き上げるために顔ダンスをしつつ、朝晩こういう感じで100回、そしてこの下は10回、頑張ってみてくださいね。必ず、あ、これをやってるから私はこんなにフェイスラインが年齢の割には綺麗なのねって思える時が来ますよ。もう一回復習してみましょうか。顔と首の境目に余分なお肉をつけない方法ですね。朝と夜の洗顔後の顔にお水がついた状態でやります。手とひらを出してこういう風にして、そしてこの親指の付け根のこの母子球っていうこの膨らみを顎骨に引っ掛けます。でここがクッションになるので刺激が和らぐんですね。はい、そしてここにお肉を下を向けます。軽く下を向いてこういう動きします。前に向かって出す。ここのお肉を感じながら、そのお肉を前にかき出すようにポーンと放り投げるような感じで100回。もしこの100回が大変だな、数字をカウントするのがと思う方は、2回かき出して1と数えるとね50で済むんですね。私はその方法でやってますよ。1、2、3、4、5、6、こんな感じでいくと50カウントするだけで100回叩いたことになります。それが済んだらやっぱり下を向いてこの2本の指作って、前に向けてここを引っ掛けて出します。これは10回になりますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これをですね朝晩やるわけなんですね。注意点としてはですね、フェイスラインに向かってこう叩くのはやめてくださいね。こうするとここの首頸椎にすごく負担かかりますからね。あくまでも骨に刺激を与えるんではなくて、ここのお肉を引っ掛けて前に放り投げるようなイメージになります。この時もそうですね。ですので決してこう叩きすぎないことね。水のついた状態でやりましょう。でもしもお風呂から上がった時とか、まあ、洗顔の後ですね、忘れたって思う時ありますよね。その時はお手入れの時、化粧水をここにつけてしておいてください。そうすると大丈夫です。朝晩欠かさずやってみてください。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おきゃんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら、おきゃんママでした。